さあどうぞ。ジェーム、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。いよいよ開幕しました京都大会でございます。今日もね、大盛り上がりでございます。はい、プロレス講座ね、発表した通り今年1年ドラゴンゲートは対戦カード事前発表なしで、出場選手のみの発表で、お客様にもいろいろね、想像を膨らませてもらいながら大会を楽しんでもらいたいなと思ってますんで、ぜひ1年間もドラゴンゲートでお楽しみください。はい、2月の11日金曜祝日、また京都大会ございますよ。いかがですか。まあ京都大会今も盛り上がっております。はい、2022年も盛り上がっていきましょう。はい、ということで開幕戦、はい、一発目はナチュラルバイブスイズクネスで再開してます。なかなかないですからね。4月までこんな感じで全国回りますんで、皆さんぜひサイン会もらいに来てください。お願いします。やっちまったやっちまった。あ、お笑い直したけど、正月ボケか、これが、これが噂の正月ボケか。あ、正月ボケっていうか、あれだな、まだ酒残ってたわ。申し訳ない、酒は残ってた、まだ抜けねえよ酒が。まあまあ、気持ちは切り替えて、今 RED にはドリーム、ツイン、ブレイブのベルトがある。あと一つ、トライアングルが俺らの腰に戻ってくるのも時間の問題だ。今年も頭脳派のこの俺がお前らに夢と希望を与えてやるからな、しっかり見とけ。はい、新年一発目の京都大会が終わりました。まあ今日もね、まあ誤爆仕掛けましたし、年末からですか、なんか旬が誤爆したりとかしなかったりとか、まあいつ何考えてるか本当わかんないんで、まあ今後のマスカレードは本当あいつ次第ですよね。まあダイヤもどこ行っちゃったかわかんないですし、あいつと俺だろ。いちいち来るなよ。おい、マスカレードは、おい、マスカレードどこ行くの。